か。当然あるのでね、なるべくやっぱりゴールから遠いところでは守備はしたいですよね。田中聡がサイドを変えます。入れ替わって岡本チャンス運ぶ、浮かせてきました。ここに前川うまく入れ替わってチャンスができました。岡本そうですね、入りすぎた分出すコースがなくなりましたか ね、 ね。まず大迫を狙った荻原、そしてスペースで武藤、中で佐々木、逆サイド酒井豪徳、酒井が手を挙げています。大外を見てヘディングで戻して佐々木、形的には非常にいい形でしたね。早い攻撃でしたけども、大阪に収まっていると早い潰しです。杉岡は取り直します。逆が見えるかですけど、杉岡自分で運んでいく、細かいステップ、折り返し、先制ベルマーレ、フラッグ上がっていません。中で待ち構えていました大橋、3試合連続ゴール。いや素晴らしいですね。杉岡は、まあ、同サイドを選択しましたよね。これであって池田ですね、そしてリターンを岡本が受ける、柔らかいボールで大外、
まあ、まずはですね、海外の基準を知って帰ってきたということをポジティブに捉えて僕は欲しいと思いますしね。阿部狙い、うまく合わせましたが右ポスト。本田が遅れてます。阿部1対1の局面、打ちに行く。酒井豪徳フリーで待ちます。武藤がコントロール、引きつける、一つ飛ばした佐々木。池田から田中智、杉岡シンプルなクロス、ヘッド流れてくる。大岩のフリックでしたかね。はい、このハウスでもよくカバーしましたね。これはファールなし。佐々木と田中聡の競り合いでしたが、長いボール。ちょっと先ほどの大岩との接触もあって佐々木は背中を気にしています。杉岡、池田は得意のミドル、柔らかいボール、大迫その後ろ、ハンドはね、パトリック入れて何度も、ね、シンプルクロス入れて、そこからの流れは掴んだ形でしたから。お、触る、その後ろ杉岡来る、岡本と池田で待つ、クロスが大橋、ドリブルで仕掛けていきます。ファールなし。阿部が前を向きます。前の大橋、サビを受ける、中を確認、柔らかいボールで平岡へ、杉岡つないで左足、大橋、もう一度杉岡、打てない、平岡行く、杉岡のところ長谷が来ます。サポートを待つ、シュートレンチ、一旦当てて大迫、後ろから井出が絡んでくる、折り返し、大迫、うわ完璧でしたけどね。武藤切り返しに行く、横パスから酒井、後ろから長谷、ミドル、ロングキャット来ました、奥野、右岡本へ一気にスプリントします。鈴木亜希と奥野、大橋引きつける、大外で阿部戻す、うわーやばか、岡本から大外で阿部、大ギャラ、鈴木亜希と福田、細かいステップ、奥野が出る、折り返してくる、これが取る、大迫を前を向く、ルーズボール抜けてきた、うわー、富狙った先は左だったんですが、ディフレクトして超縦勝負でいいと思うんですよね、もうボックス内近く来たら、杉岡、鈴木が来た、バット、縦に鈴木純之介、中に鈴木亜希と奥野、大岩戻す、福田だ、チャンス、かわっかわしきれない、その後ろミドルシュート、田中聡、巻いてきます、トミー、座る、これを洗い
井が拾います。ドリブルで仕掛けながら柔らかいボール受けて武藤、いやギリギリですね、プレーがみんな腰です。こうなるとどうやって守るかですね、はい、誰かにユニフォームを渡さないと。あーやるんですね、そのまま富井は担架に乗ってピッチを後にしました。 4-4-1、 そしてキーパーに大岩、ベルマーレからすると今日は1ポイントを取りに行こうと、まあ、10人になりましたのでそうせざるを得なくなりました。残り時間はどうなりそうですか水沼さん。まあ、だいぶアディショナルタイムを含めれば荻原、武藤、大迫、めぐる、中を確認、ハッセン、柔らかいボールで新井が来ます。ちょっと重なった、武藤と新井が重なりました。本田、ハイボール、大岩出る、大歓声です。まあ多分出れないですよ、あの本当にクロスに対しては、本当に勇気がいると思いますよ、大岩にとっても。そうですね、引きつけて新井は、おお外、ハッセン、試合終了。痛み分け1-1。いやもう決めないと話にならないので、まあ自分の特徴であるプレッシングだったり、まあそういうところでもチームを助けれたらなと思うんですけど、まあ今日のところは絶対決めないといけなかったので申し訳ない気持ちでいっぱいです。まあ勝ち点3を逃した試合で、まあ自分も決定機やりましたし、他の選手も点決めれるシーンがあったので、そこは満足いけない、いかない結果でした。やっぱ立ち上がり結構何度か攻め込まれて、自分たちも、まあ、若干、まあ、守りに入ったというか引いてしまったところで、クロス上げられ放題みたいなところがあったので、そこはまあ、もっと前から行けばそんなに危ないシーンも少なかったのかなと思います。やっぱ点取れる選手になってチームを勝たせられるような選手になりたいですし、ならないといけないと思っているので、はい、もっと練習します。まあ、前半での2点目っていうのが、まあ、前としては足りなかったかなと思います。いやまだまだ3試合あるので、はい、もっと取れるように頑張ります。本当1試合1試合本当大事なゴールになってくると思いますし、責任持って貢献できるようにチームに頑張りたいと思います。いや正直勝ちたかったですね。まあ、押し込まれても正直、なんかやられる感じもしなかったし、みんな集中力高かったんで、なんであの失点はすごいもったいなかったなと思ってます。まあ、高さもあるし、まあ、ライン高くてもやっぱり今弾き返せるっていうのが、まあ、結構、まあ、強みじゃないですけど、まあ、いいことかなと思ってます。はい、もう今更新しいことはできないと思いますし、今の戦いを続けて、まあ、僕自身まだミスも多いし、まあ、それを改善して残り3試合、まあ、全部勝ちたいなと思ってます。はい、キーパーは別に決まってないですよね。決まってないです。ワンチャン俺かなと思ったんですけど。いや僕もちょっと思ってたんですけど、志願はしない。志願はしないです。キーパーの経験は？いや、ないです。はい、練習では？ないです。遊びでは？幼稚園か小学生か。言われた時どう思いました？
いやでもどうこう考える時間も時間というか余裕もないですし、やるしかないと思ってたんで、はい、もうあざす盛り上がってたし、まあありがとうございます。いやもう本当次の試合もね全て出し切って勝ち点3取れるように頑張ります。